こちらもね、先ほどから難波小太郎路周辺で、私くしがね、ワゴンセールの、20円ワゴンセールの時に買ってきた、以前はね、仮面ライダーの HG シリーズを紹介させていただいたんですけど、今回はね、まとめて、ウルトラマンの方をね、紹介させていきたいと思います。でね、先ほど紹介させたね、この3つの、ガチャガチャ HG シリーズやったんですけど、今回ね、これ HG シリーズじゃないんですけど、一つびっくりしたのが、これね、なんか、ワゴンセールなんで、まあ、こういう感じ、今僕ちょっとこう、横に並べてるんですけどね、まあ、こう、ワゴンセールがこれ、ワゴンとしますよね。ほんなら、ウルトラマンばかしやったわけじゃないんですよ。こんな風にね、もうごちゃごちゃになって、ほんで、まあ、うるせえ奴らがあったりね。まあ、見たことないフィギュアが、ぶわー、こんもりあった。その中の僕、ウルトラマンを今回この時こう、避けたんですけどね。ほんで、これも、まあ、雰囲気で見たのと、ほんでね、こんな感じでもう帯見ただけで、あ、ごめんなさい、ブックレットですね。ブックレット見ただけで、これも、あ、ウルトラマンだと思って、とにかくウルトラマンの全部抜いたんですよね。うん。で、びっくりしたのが、これね、これね、見ていただいたらわかるんですけど、商品がね、カプセルソフビコレクションウルトラマン2。これね、ソフビなんですよ。え?と思って、なんかね、これ黙っててパッと見ですよ。パッと見なんか、普通のね、普通っていうか、こういうガチャガチャの質に見えません?これ、色使いとかね。うん。で、パッとじゃなくて、よく見たら、あーなんかソフビだなっていうのがあるんですよ。なんかこう、ギュギュッとしたら、あんましたらダメですけどね。空気が中にある空洞的なもんがあるんですけど、あ、これソフビなんだと思って、こんなもあったんですね。これもね、しっかりしてます。まあ、ソフビだからしっかりしてるっていうか、まあ、立って当たり前なんですけど、ほんで、こちらがね、もう一回言うんですけど、カプセルソフビコレクションウルトラマン2。で、これがね、発売が、2005年ですね。2005年。で、全6種。で、これのね、ラインナップが、他のはね、多分ね、パッと見、もうすぐね、ソフビってわかるんですけど、僕の勘違いかしらないんですけどね、この色使いがこの怪人のね、なんか普通のこっちのガチャガチャの質に見えるんですよ、パッと見は。で、こちらがね、ラインナップが、ウルトラマンマックス。で、ウルトラマンマックスの、ミックスキャラクシーバージョンね。で、こちらがエレキング。あ、エレキングもね、有名な怪人ですね。うん。で、これ、スラン星人。ウルトラマンティガね。で、今回のこれが、ゴルザですね、ゴルザ。でね、僕の飲み仲間の人が、ま、仮面ライダーが好きなのと、ウルトラマンが好きなのと、ウルトラマンの両方好きな人がいて、その人がね、これをどうしても売ってくれと。僕ね、いつも言ってるように、なんかこう、僕が買ってきたらね、飲み仲間の、飲んでるところに持ってってね、こんな感じで、ほら、こんな買ったんやで、って、袋を見せるわけですよ。これね、こんな感じでね、これ袋は僕が用意したんですよ。もっと違う袋に入ってたんですよ。まだいっぱいあるんですよ、これ。これ全部に20円ね。これがね、まだね、間違ってたらごめんなさいね。この量で、これ僕が用意したね。もう一回言うけど、これは袋ね。これが、あと、10袋ぐらいあると思うんですよ。全部20円安いんですよ。あくまでさっきから言ってるんですけど、今となってはね。うん。で、これだけが欲しいって言われて、あ、いや、でもこれ1個しかないんですよって言ったらね。ほんで、これ1000円出すから言われたんですけど、え ?1000 円って、ほんで、いや、ちょっと待ってください。これ多分ね、オークションでも1000円しないですよって。多分僕の予想としては、ま、オークションでもね、まだこれ僕調べてないんですよ。調べてないんですけど、多分ですよ。多分ですけど、これ、オークションで未開封っていうか、開封されてないやつで、多分ですよ。300円か400円と思うんですよ。で、この開封された子やったらね、100円か150円ちゃうかなと思うんですよ。で、だからね、いやー、でもお金の問題じゃなくて、これダブってないんで、ダブってたら、こう、お渡しするんですけどね、言ったけど、あまりにもね、頼むからもう、あげたんですよ。これと違うやつですよ。で、ああ、どうしようかな、あげてしまったな。まあでも、いつもお世話になってるしな、思って。ほんで、奥の方を探ったらね、これもう一個ありました。よかったんですよ、これ。
まあでもその人もね、ものすごい申し訳なさそうに謝ってたんですけどね、ごめん、無理に欲しい欲しい言ったから。でも本当にね、僕にその人は1000円払うつもりやったんですよ。お金の問題じゃなくて、やっぱウルトラマンが本気で好きなんでしょうね。うん。やっぱそうでしょうね。僕だってもし欲しいね、これが仮面ライダーだったら、やっぱ僕もね、1000円出すかもしれない。ただ、ウルトラマンも僕好きなんですよ。ウルトラマンも好きなんですけど、どっちが好きって言われたら僕はね、やっぱ仮面ライダーなんでね。でも、ウルトラマンも最近ね、ちょっとまあ、古いのをたまにポンポンポンとこう流す程度には見てたんですよ。でもね、最近の見てたら、ちょっとずつね、僕は見出してるんですよ。あ、ウルトラマンも悪くないな、みたいなね。うん。ま、100% 好きかって言ったらそこまでじゃないんですけど、まあ、こう、つぶらやのつながりとかね。うん。ほんで、まあ、前からね、ゴジラもこう流す程度に見てるんですけど、ゴジラもね、最近好きになって、ウルトラマンもね、僕ちょっとずつやっぱ変わってきてます。年取ったらね、変わるっていうじゃないですか、こう考え方が良くも悪くもね。ほんで、好きなものも、普通のものも嫌いなものもね、以前が好きだったものが嫌いになったり、以前がね、嫌いなものが好きだったり、ほんで、以前が普通だったものが異常に好きになったりね。これもね、多分、僕ね、そろそろいろんな買っていってますんでね。ウルトラマンも僕だいぶ好きになっていくと思います。はい、こんな感じでね、これもね、20円やったら全然この、開封後の完品状態やったらお買い得やと思います。こんな感じですね。はい。またね、私の、内容がいいと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。